なんか始まったシンクロフェス。まあなんだ、あれだね。先行ワンキルしようぜー。え、待って、シンクロしか使えないの。あれもこれもそれもどれも、全部使えないの。そんな、それじゃあ、もう先行ワンキルできない。ダメだ、今回こそ終わりだ。なんかすげえ展開力のあるギミックでもなければ読んだ悪夢のフェスの始まりである。実際にフェスで回してきました。デッキ紹介は後にして、とりあえず展開を見てください。まずは手札交換して初動を引き込みます。テレフォンループプラスフィールドにモンスター1体で起動開始です。ベイラーだとー、だが判断が早い。セレナードダンスを除外して月光を特殊召喚。レガシーパックに追加されたディメンジョンダイスを発動。テレフォンをリリースしてテレフォンを呼ぶよ。さあシンクロ開始。テレフォンの効果でテレフォンを蘇生。ターン1などない。2体でシンクロ召喚レベル5。いつも見た顔ですね。実家のような安心感。ガーデンローズメイデンでブラックガーデンをサーチ。テレフォンを蘇生してシンクロ召喚レベル6。とりあえずワンドロー。タイガーが引けて月光初動が揃いました。墓地に月光ががあるからサーチできたけどね。シンクロ召喚レベル7。ああ、死んでしもうた。シューティングライザーで墓地に星20ガリスを落とす。ここでブラックガーデン発動。テレフォン蘇生で相手フィールドにトークンが生まれる。さらにブラックガーデンの隠された効果発動。トークンを爆破して攻撃力800のガリスを蘇生。2体でシンクロ召喚レベル4。ネメシスコリドーはずっともだよ。ルイキューピッドのレベルを下げる。タイガーをペンデュラムゾーンにセット。いつも通りカレードチックを蘇生。ここでタイガーを墓地に送っておくこと。2体でシンクロ召喚レベル7。ああ、禁止解除しちゃうから。素材になったルイキューピッドの効果。バーンのついでに守備力600をサーチ。エンシェントフェアリーでオッドアイズシンクロンを特殊召喚。シンクロ召喚レベル8。ブラックフェザードラゴンはブラックフェザーではない。まるで意味がわからんぞ。どんどん連続シンクロ召喚レベル9。ああ、死んでしもうた。アーケティスのワンドローに全てをかける。引けたー。遅延の患者が引けたので先行ワンキル確定です。シンクロ召喚レベル10。みんな大好き馬娘ことバロネス。イエローマーテンの墓地効果でタイガーをバウンスして自己蘇生。まだまだテレフォンは過労死するよ。シンクロ召喚レベル5。クリストロンのハリファイバーじゃないやつ。効果は特に使わない。悲しいね、バナージ。シンクロ召喚レベル6。だって融合できないからね。闇属性チューナーとシンクロ召喚レベル8。ベールではダメージを受けると打点上昇。墓地から素材を除外。相手が効果を発動するとバーンダメージ。バロネスでタイガーを爆破すると墓地からタイガーが蘇生。シンクロ召喚レベル7。さあ全ての準備は整った。爆殺される覚悟はいいか。遅延の患者を発動。優しいからベールであげる。ダークダイブボンバー起動。テレフォンをリリースして200バーン。優しいね。あれ、なんだ、一体何が起こっている。バーンが止まらないぞ。ベールではダメージを受けるたびに効果発動して攻撃力アップ。その効果に反応してアサルトブラックフェザーが700バーン。そのダメージに反応してベールでがイカ役。これが無限に繰り返される。そう、これはまさに無限ループやっぱりフェスは先行ワンキル。
じゃあデッキレシピを確認しましょう。シンクロフェス専用構築、月光とテレコンが手を組んだ悪魔のデッキ、自滅の刃、無限バーン編。先行ワンキルのルートは見てもらった通り、月光の展開力にテレコンの連続シンクロを組み合わせた。結果、相手は自滅する。動画ではうまくいったが、成功率が低いのはないしょ。必要札が多いし、手札誘発とかバンバン飛んでくるし、何よりテレコンループを見ただけで相手がサレンダーする。詳しいデッキレシピは概要欄にて。リフォーマーテレコン、無限蘇生シンクロ、こいつを野放しにしたのが悪い。魔王竜ベイルゼ、ダメージを受けると攻撃力上昇、強制効果だから自分では止められないバグ。ダークダイブボンバー、今回はただの起爆薬だったから優しい。いつもはもっと悪い。ブラックフェザーアサルトドラゴン、運営も悪用を危惧してフェスではリミット1に指定された。まあ意味なかったけどな。この調子で次回のフェスも先行ワンキルしよう。運営よ、聞け。止めたければ手始めにテレコンを禁止にしておくんだなぁ。終わりん。チャンネル登録、高評価をしてくれないと、次回のフェスこそ先行ワンキルできないよ。そんなことないか。